どうも、うるまです。本日はですね、お買い物に来ております。場所が今渋谷のモディさんの中にあるこちらのお店ですね。はい、ドン。こちらビンゴさんという古着屋さんに本日遊びに来ております。ビンゴさんっていうのが、系列で言うとブックオフグループになるんですけど、結構ブックオフでもさ、古着を扱ってるショップさんあるじゃないですか、本と一緒に。なんだけど、この渋谷のビンゴさんに関しては服のみのセレクトになってる、もうほとんど古着屋さんに近い形態で運用されてまして、もう本当に自分もプライベートで何回も買いに来るようなお店なんですよ。物量も品揃えも半端なくて、ここしかもね、市場価格より結構安く物をね提供してくれることもあって、結構日頃ねお世話になっております。いや、本日はね、そのビンゴさんに撮影許可いただいてカメラをね回させていただいております。なんでね、秋冬に向けて買い足したアイテムとかまだまだあるので、本日はねちょっとゆっくり店内の方を見ていこうと思います。これからね中見ていこうと思うんですけど、本当品揃えの中にこのレギュラーの古着もすごい多いし、特徴的なのはね、本当ブランド物が本当多いですね。本当そこら辺のブランド古着屋さんより全然品揃えが多いんじゃないかっていうぐらい物量があるので、もうレギュラーの古着からブランド古着いろいろ探してる方がいらっしゃれば、すごいおすすめのお店なので、本日の動画ねぜひ参考にしてもらえたらと思います。今日は特に予算とかを設けず、本当欲しいものっていうのを選別しながら買っていこうと思うので、じゃあ早速見ていこうと思います。はい、今ね入り口のところ来てるんですけど、もうこの時点でね、ここだけでも相当なボリュームがありますね。で、ミンゴさんが嬉しいのって、本当ラックごとにねいろいろ分けてくれてて、例えばこのすぐ入り口のところにシュプリームとか買ってたとか、ヌビアンブランドですね、セレクトショップのヌビアンさんでセレクトされてるブランドが並んでたりだったりとか、あとはこんな感じで 1LDK ブランドっていう、セレクトショップの 1LDK さんで取り扱いされてるショップさんまとめてくれたりとか、すごくねラックごとに分かりやすいんですよ。結構ね、他のブックオフさんとかだともう雑多に結構陳列されてることが多いんですけど、こちらのねビンゴさんに関しては本当に見やすいので、もう一ユーザーとしてもね日々助かっております。で、特徴的なところで言うと、さっきのね言ったようにブランド古着も多いんだけど、こんな感じで、そうやっぱね渋谷っていう立地もあるのか、スニーカーがねすごい品揃えですね。所狭しと並んでます。ちなみにここに並んでるだけ以外もあるからね。今日はねちょっとがっつしいろいろ見ていこうと思います。楽しみですね。はい、それではね、入り口のところにシュプリームコーナーあるから、シュプリームから見ていこうかな。こんな感じでノースとコラボのやつだね。結構この中でねもう気になってるやつ見っけたんだけど、これね、はい、この鴨柄のニット可愛いなって思ってたんですよ。その時買えなくてさ、でこれちょうどねビンゴさんにいたらあって、しかもサイズもね見たら XL とかで、しかもお値段もね2万円ぐらいなんですよ。特別このモデルってなんか自分が見た感じもプレッテルとか、なんか高値がついてる感じでもないんですけど、買い逃した方とかにはいいですよね。多分定価に近い価格なんじゃないかなこれ。やっぱね秋冬なんかやっぱインパクトある柄っていうのもやっぱり引き続き着たいからさ、しかも状態もすごくいいです。特に毛羽立ちとかもないから、今日一個一個ねこういう風にちょっと候補を決めていきながら買っていこうと思います。長さのポロシャツとかね着たいけどね、自分的にはね今からってよりかは春とかに着たいかなって思うんだよね。うん、シュプリームだけでもさ、ここのラックとあと向こうのラックにもあるからね。こっちとかどうなんだろう、デニムとかか。結構毎シーズンリリースされてるようなデニムとかですね。これとかあってデニムで8255円とか安いですね。こんな感じのチノとか、シーズンあれだけどこのショーツとかも可愛いですよね。なんかジャガード柄のパーカーとかね。シュプリームだけでも相当なラインナップですね。このね、店舗にね、幼児とかギャルソンが本当に多いですね。ここのラック全部幼児なんですけど、すごいです。なんかね、さっき店員さんにちょっと質問させてもらったんですけど、やっぱお店柄的に、やっぱ幼児とか人気みたいで、意図的に品揃えとか豊富にしてるって言ってましたね。なんで、ブランドのファンの方とか、すごくいいと思います。この所狭しというか、すごい、こっちも。で、向こうのラックはギャルソンとかかな。だからさ、こんな感じの物量すべてモードブランドビッチシ入ってるから、こんだけあればさ、ブランドのファンの方は何かしら欲しいもん見つかるんじゃないかなってぐらい本当ありますね。すごい、これとかさ結構スペシャルなんじゃない。これかカーディガン、やっぱりなかなかだけどね。確かさ、こんな感じのロゴのやつとかさ、前にシュプリームとギャルソンのコラボとかニットでもなんかあったりしてね、やっぱ昔のやつのロゴものって特に付加価値もついてるから、高いけどやっぱかっこいいね。探してることとか多いんじゃないかな。これとかいいですね。うん、かわいい。今さ気になるアイテム見つけたんだけど、これね、純也渡辺ですね。自分もギャルソンとかはあんま着ないんですけど、純也は確かゴアテックスに持ってるんだけど、これは純也とカリマーのコラボのスタンドネックのダウンとかですね。これね、お値段もね
こんな感じで5万円アウターとして考えるとまだ手が届きますよね。かわいい。まだアウター今年これっていうの決められてないからちょっと気になってますね。候補1ですねこれで。もう1個ね気になってるやつがあってこれ意外とね自分チェック柄のパンツっていうの持ってなくて最近こんな感じでねパキッとしたやつよりか自分はなんかさりげないシャドウチェックみたいなやつが欲しかったんでこんぐらいさりげないと可愛いっすね。これでギャルソンで1万8000円か。可愛いっすね。品揃えがすごい。今ねワークブランドコーナーかな来てるんですけどカーハートなんかこんな感じでプルオーバーのトレンドのコーデュロイ素材のアドラックとか可愛いですね。値段も1万5000円とかだったら全然いいね。多分これダブル IP とかだと思うんですよね。しかも定価よりかは安くなってるし状態もすごくいいしもちろん1枚でもいいけどねなんかアウターのインナーとか差し込んだりしても可愛いかなって思うんですよ。あのラックに関してはなんかねあとこのカーハートのさこのアクティブシリーズなんか結構ダック素材のやつなんだけどこれさベスト普通のやつ見るんだけどこれさフードデザインで結構珍しいよね。俺もあんま見たことないかも。お値段で言うと4164円。うん、これとも可愛いっすね。なんかロゴがこれ閉じちゃってはいるけどまあこれも逆に古着の雰囲気としてはすごい楽しいんじゃないかなと思います。で今ね気になってるアイテムまた見つけたんですけどこれ自分も大好きな CE なんですけどそれの総柄シャツ去年のシーズンとかかな。これ可愛いね。値段がね1万1000円でした。柄も特徴的でいいですね。はい合わせてみるとこんな感じ。なんか中にパーカーとか着込めるぐらいの身幅の太さもあるので結構ねこれからの時期でも買っても大丈夫そうなアイテムかなと思いますね。持ってないような柄だから可愛い。迷います。今パンツこれベッドフォードのこんな感じのチェック柄のトラウザーカーゴパンツ2万円。サイズ1か大きいのかな。なんかこういうクラシカルなチェックのパンツかわいいね。なんか裾にこのベルトもついてて切りっぱデザインで、これちょっとサイズあったら1個候補ですね。ちなみにここねこのなんかドメスティックブランドコーナーなんだけど1個気になるやつがあってこれさっきのシュプリームにもあったようなトライバルカモ柄これねナンバーナインのこれ宮下さんがいた時こんな感じか。こんな感じなんだけどダメージ加工されてるパーカーねこれかわいいな。しかもこれ値段ね4500円ぐらいかな。値段も良くてちょっとサイズ感はね今のサイズとかよりかは比べてそんな大きくないんですけどなんかそういうのも逆に今はいいんじゃないかなと思うんで。で次これねコンバースとエッセンシャルズのコラボこれも人気あるよね。しかもこれ確か日本で販売されてたっけな。コンバースとの兼ね合いの関係で日本で流通してなかった気がしますね。このモデルだけ3万円だけどまあその価値はありますよね。かわいいです。今なんかラックを見てて気になったんですけどこんな感じエッセイのコーディロイジャケットかな。これからの時期ねなんか中に着込めばアウターとしても機能するみたいなやつがどうしても欲しくてなんかダウンとかでもいいんだけどねなんかやっぱトレンドっていうのもあって気になるね。3万円。このジップ使いもなんか個人的にすごい気分で可愛いですね。なんかクラシカルな中にもトレンドもデザイン性も入っててすごいかっこいいです。で嬉しいのがさこんな感じこういうさ古着屋さんとかで何が新商品に入ってるか分かんないじゃん。常にやっぱ新商品って入荷するんだけどこんな感じでさニューアライブルって入れてくれたらなんならね日頃通ってる人もこういうところをね重点的に見れば何が新入荷されたのかなっていうのが分かるからこれすごいありがたいです、ね、ネット通販とかではねなんかニューアライブル出してくれるけど実店舗さんとかお店の古着屋さんだとこのシステムないからこれね地味にありがたいんですよ。やっぱこの時期なんでアウターとかやっぱ多く揃ってますね。嬉しいポイントです。はいこんな感じで、まあ、エッセイのジャケット着させてもらってるんですけどこの身幅もあってショート丈ですごい可愛いっすね。なんか結構ゆとりもあるからねインナーとしてもしっかり着用できるかもしれない。なんかこのなんかフロントのジップとデザイン効いててすごい可愛いっすね。これだったら中にニットとかも着込めるから全然今時期買ってもいいんじゃないかなって思いますね。ちょっと迷うと思います。こんな感じで靴もさあの入り口のとこにもいっぱいあったけどすごいっすね量が。さっき入り口のとこは結構ナイキが固まってたイメージなんですけどこちらに関してはいろんなブランドが入ってますね。今日はね個人的にはスニーカーというよりか洋服を探しに来たんだけどこのねスニーカー探しに来たとかシューズ探しに来た方はさほんといろんなものが本当にあるのでこれ見に来るだけでもすごい面白いと思います。すごい量かわいいですね。この感じでブランドごとに陳列分かれてるんですけどあ、俺の大好きなキャピタルありますね。あ、これは自分も持ってるスマイルシリーズじゃないか。自分はデニムシャツなんですけどこれは G ジャンですね。なんか人気のモデルなんでお値段もしますけどやっぱここまでやっぱ入ってるっていうのはやっぱ品揃えやっぱすごいですね。こんな感じでねネペンテスブランドこれエンジナガーメンツとかニードルズとかいろいろ入ってたりするんですけどトラックパンツとかはないかなけどこんな感じに分かれてるので結構随時入荷がありそうですね。こんな感じで今ハイブラコーナーみたいな
構ありますね。ディオールサンローランだったり、もうルイ・ヴィトンだったり、グッチだったり、いやここまでやっぱね、ほんとレギュラーの古着からストリート系、ドメ系まであって、ここまで網羅してるのってすごいっすね。さすが渋谷って感じ、うん、でこの中でね、一個気になるアイテムあって、これなんだけど、パッと見さ、結構普通のナイロンダウンなんだけど、これプラダでこんな感じ、しかもお値段もこんな感じで、はい、2万3000円とかなんですよ。このシンプルだけど、このなんか醸し出るこの上品さみたいなもの、いいですね。かわいい。今ね、さっき気になってたプラダのダウン着させてもらってんすけど、いやめちゃ良くないか。かわいい。これはなんかね、ダウンなんだけどすごいシュッとしてて、けどなんかね、パッと着ても大人っぽくなりすぎない感じも、やっぱスポーティーな要素がちゃんと入ってて、かわいいですね。これ2万3000円安いかも。ちょっと前閉めてみようかな。はい、閉めるとこんな感じ。いやなんかすごい綺麗めっぽくて、しかもねダブルジップになってて、なんか俺だったらこのこれ今上閉めてる感じで下だけ開けてるんですけど、俺こっちの着方の方が好きかもしれない。いやこれめちゃいいぞ。こんだけ結構スリムだったらね、なんかロングコートのインナーにも着れるかもしれない。なんか自分が前買ったビューティフルピープルのインナーとかにもいいかもな、コートの。うわー迷う。今気になってたとね、そこになって引っかかってたやつで、コロンビアの結構古いモデルのやつっぽいんだけど、なんかね普通に古いモデルのやつだけど、すごい今っぽくて可愛いですね。ハイネックで、なんかポケットのデザインもなんかすごい今っぽいですね。なんかちょっとクラシカルな感じだけど、なんかねテック系のデザインも間に入ってて可愛いですね。これ今自分はね下開けてきてるけど、これさ下までさ下げて、なんかこのここで絞ったらなんか丸み出して着るっていうのも可愛いかもしれないですね。しかもこれ5000円ぐらい、可愛いです。これもいや、やっぱいいアイテム多いな。迷います。はい、今ね試着室お借りしてるんですけど、こんな感じ、あのベッドフォードのチェック柄パンツ今試着してるんですけど、いやこのなんかルーズの感じいいな、よくない？なんか裾もねベッド絞れるようなデザインになってて、ガンクラブっぽい柄だね。いやこのルーズな感じかわいいね。さっきのアウターと悩むけど、ちょっとこれはどっちにしようか考えよう。いやー今日もいい買い物ができそうです。ちょっと迷います。はい、というわけでですね、いろいろ試着をしたわけなんですけれども、結構ねカメラ回ってないところでもいろいろアイテム見たんですけど、今回ですね自分が買おうと思ったのはこちら。はい、ベッドフォードのね、さっきも試着してたパンツを今回は買おうと思います。やっぱねクラシカルな柄の中にもなんかね変わったシルエットみたいなものが個人的には今ツボで、ちょっとだるっと履けるのもすごい気分だったので、本日はこれをいただこうと思います。でちょっと買い切ってこようかな。はい、というわけでバッチシ買ってまいりました。値段の方がね 19,800 円で買わせていただいて、もう結構いい買い物ができたんじゃないかなと思っております。でね、プラダのダウンは最後まで迷ったんですけど、他の方に譲ろうと思います。ね、動画で撮った以外でも、ほんとレギュラーの古着から、今回動画ではね、映していなかった部分なんですけど、ほんとノーブランドとか、ほんと数百円から買えるものもほんと店頭には多いので、ぜひぜひね、気になった方は、渋谷のモディさんの中にある、ビンゴさん遊びに来てもらえたらと思います。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画ですね、少しでも参考になったとか、面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録の方、お願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。